韓国史第9話桃園の巻偽名桃園へ行ってみると関羽と長飛の2人は近所の男を雇ってきて園内の中央にもう祭壇を作っていた壇の四方には笹竹を立て正城を巡らして金紙銀線の花を連ね土製の白馬を いけにえにして天を祭り舞を放ったことにして知人を祭ったいやおはよう劉備が声をかけるとおおお目覚めか彫妃寛羽は振り向いた見事に祭壇ができましたな寝る間はなかったでしょういや彫妃が興奮して 寝てから話しかけるのでちっとも寝る間はありませんでしたよ。と関羽は笑った。張飛は劉備のそばへ来て祭壇だけは立派にできたが酒はあるだろうか。心配して尋ねた。いや母がなんとかしてくれるそうです。今日は一生一度の祝いだと言っていますから。そうか。 それで安心した。しかし龍慶、いいおっかさんだな。ゆうべからそばで見ていても、うらやましくてならない。そうです。自分で自分の母を褒めるのも変ですが、子に優しく、世に強い母です。気品があれ、どこか。失礼だが、龍慶にはまだ奥さんはないようだな。ありません。 早く一人目取らないと母上が何でもやっている様子だがあのお年でお気の毒ではないか」。劉備はそんなことを聞かれたのでまたふと忘れていた甲府陽の華麗な姿を思い出してしまったでつい答えを忘れてなんとなく目を上げると目の前白桃の花びらがひひと。 情あるもののように散ってきた「劉備屋皆さんももうお支度はよろしいのですか」「リアに見えなかった母がいつの間にか三名の後ろに来て告げた」「三名がいつでも」と答えると母はまたいそいそと厨房の方へ去った「近隣の人手を借りてきたのであろう」 昨日彫妃の姿を見てキャッとたまげて逃げた娘もその娘の恋人の凛家の息子も他の家族も大勢して手伝いに来たやがてまず一人では持てないような酒がめが祭壇のむしろへ運ばれてきたそれから豚の子を丸ごと油で煮たのやヤギの吸い物の鍋や 関西を牛楽で煮つけたものだの、だ年数のかかった漬物だの運ばれてくるごとに3名はその高価な珍味の鉢や大皿に目を奪われた劉備さえ心の内でこれは一体どうしたことだろうと母の三段を心配していたそのうちにまた村長の家からかりの立 立派なクと椅子が担がれてきた。大共演だな。張飛は子供のように歓喜した。準備ができると、手伝いの者はみな、おもやへ下がってしまった。三名は、では、と目を合わせて、祭壇の前のむしろへ座った。そして天地の神へ。 「我らの待望を成就させたまえ」と記念しかけると寛慮が「ご了承少し待ってくれ」と何か改まっていったここの祭壇の前に座ると同時に自分はふとこんな考えを呼び起こされたが良好の所存はどんなものだろうか。 関羽はそう言い出して劉備と張飛へこう相談した「すべて物事は体をもととする体型を整えていないことに成功はありえない」「偶然自分たち三人はその精神において合致を見今日を出発として大事をなそうとするものであるが」 三つのものが寄り合っただけでは体を成していない。今は小なる三人ではあるが理想は遠代である。三体一身の体を整えおくべきではあるまいか。事の中途で仲間割れなどよくある例である。そういう結果へ到達させてはならない。神のみ祈り。 神のみまつっても人事を尽くさずして大網の成就はありうべくもあるまい」「漢寓の説くところは道理であったがさてどういう体意を備えるかとなると長妃にも劉備にも差し当たって何の考えもなかった」「漢寓は五を続けてまだ平は愚か」 兵器も金も一頭の馬すら持たないが三名でもここで偽名を結べば即座に一つの軍である軍には将がなければならず武士には主君がなければならぬ行動の中心に正義と報告を報じ個々の中心に主君を持たないでは それはトトの乱に終わり、リウのノシ化してしまう。シマも、この関羽も今日までモコに隠れて時を待っていたのは、実にそのイ心たるお人が容易にないためだった。ヒトナヨウニナイタメダッオリフシリュウビゲントキトユ 血統の正しいお方にあったのが急速に今日の偽名の会となったのであるから「今日ただいまここで劉備玄徳殿を自分らの主君とは仰ぎたいと思うが長妃お前の考えはどうだ」。聞くと長妃も手を打つ。 いやあそれは拙者も考えていたところだ。いかにも、慶の言うとおり、決めるならば今ここで、神に祈る前に、神へ誓った方がよい。玄徳様、二人の熱望です。ご承知くださるまいか。左右から詰め寄られて、劉備玄徳は、 目前と考えていたが「待ってください」と2人の意気込みを抑えなおややしばらく陳視してから身を正していった「なるほど自分は菅の喪失のゆかりの者のでそうした系図から言えば主たる位置に座るべきでしょうが生来どんぐ。 久しく電車のうちに潜みまだ何もおのおのの上に立って主君たるの修行も徳も積んでおりません。どうか今しばらく待ってください待ってくれとおっしゃるのは実際にあたって徳を積み身を納め果たして主君となるの思才がありやいなや それを自身も、あなたたちも、見届けてから約束しても、遅くはないと思われますから。いや、それはもう、我々が見届けてあるところです。さあはいえ、私はなお、はばかられます。では、こうしましょう。君心の誓いは、我々が一国一城を持った上として、ここでは、 三人義兄弟の約束を結んでおくことにしてください。勲親となってのちもなお三人は末永く義兄弟であるという約束をむしろ私はしておきたいのですが。カンウは長いひげを持って自分の顔を引っ張るように大きくうなずいた。 結構だ。彫妃お主は異論はない改めて三名は祭壇へ向かって牛血と酒を注ぎぬかづいて天地の真偽に黙とを捧げた年齢から言えば関羽が一番年上であり次が劉備 その次が長妃という順になるのであるが儀役の上の義兄弟だから年順を踏む必要はないとあって長兄にはどうかあなたがなってくださいそれでないと長妃のわがままにも抑えがききませんから」と寛吾が言った。長飛も,とも,ども それはぜひそうありたい。嫌だと言っても2人して、長兄長兄とあがめてしまうからいい。劉備は強いて否まなかった。そこで3名は、低座して、将来の理想を述べ、噴霧の誓いを固め、やがて段を下がって、当下の拓を囲んだ。では。 長く「変わるまいぞ小物じ」と兄弟の盃を交わしそして三人一体協力して国家に報じ死も万民の途端の苦を救うをもって「大丈夫の生涯とせん」と申しあった。弔妃は少し酔うてきたと見えて。 声を大にし、サカを高く上げて。うわあこんな吉ちはない。実に愉快だ。再び天に言う。我らここにあるのサ名同年同月、同日に生まれるを願わず。願わくば同年同月、同日に死なん。と怒鳴った。そして、 飲もう大いに今日は飲もうではありませんかなどと、劉備のきへもやたらに酒をついだ。そうかと思うと、自分の頭を一人でたたきながら、愉快だ実に愉快だと子供みたいに叫んだ。あまり彼の酒が、 上機嫌に発しすぎる傾きが見えたので。看護は？おいおい張飛。今日のことを。そんなに喚起してしまっては、先の喜びはどうするのだ？今日は我ら3名の偽名ができただけで、大事の成功を不成功はこれから後のことじゃないか。 少し有頂天になるのが早すぎるぞ」とたしなめただが一旦上機嫌に上ってしまうと長費の機嫌はなかなか水をかけても冷めない寒雨の生真面目を手を打って笑いながら「はっ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 は今日かぎりもう損風氏は奔行したはずじゃないか」 お互いに軍人だ。これからは天空快活に合法来楽に無人らしく付き合うぜなああ長兄。と劉備へもすぐなれなれと言って肩を抱いたりした「そうだそうだ」と劉備玄徳はニコニコ笑って長妃のなすがままになっていた。 ウは牛のごとくのみ馬のごとく食ってから。そうそう、ここの席にリュウがいないという方はない。われわれ三人、兄弟のサカズをしたからには、俺にとっても尊敬すべきおっかさんだ。ひとつおっかさんをここへ連れてきて、乾杯しなおそう。急にそんなことを言い出すと。 ひはふらふら母屋のほうへかけていったそしてやがて竜母校をむりに自分の背中へおってひょろひょろ戻ってきたさあおっかさんをつれてきたぞどうだ俺は親孝行だろう。さあおっかさんおいに祝わってください我々高校息子が三人もそろいましたからね いやこれは一人おっかさんにとってしくすべき、高校息子であるのみではない。死なの、国家にとってもだ。我々、高三名は、えがたい、中流息子ではあるまいか。あ、そうだ、おっかさんの高校息子、万歳。国家の中息子万歳。ンザーイそしてやがて、高3人の中では、 酒に対しても一番の誠実息子たるその長妃が真っ先に酔いつぶれて塔下の下に大いびきで寝てしまい夜露の降りる頃まで目を覚まさなかった大丈夫の誓いは結ばれたしかし都主空間とは全くこの三人のことだったしかも 志は天下にあるさてどうしたものか翌日はもう酒を飲んでただ開催を言っている日ではない理想から実行へ第一歩を踏み出す日である朝飯を食べるとすぐその卓の上でいかに実行へかかるかの問題が出たどうかなるよ 男児がしかも三人一体でやろうとすれば長妃は理論家でないまた計画家でもないしゃにむに実行力に燃えるちょっとつまい進家なのであるどうかなるってただ紀功のように力んでばかりいたってどうもならんまず一軍の死をもたんとするには一機の兵がいる。 一機の兵を持つには少なくとも相当の軍備と兵器と馬とが必要だな。が関羽は常識家であった2人の言葉を飽和するとそこにちょうどよい情熱と情理との推進力が醸されてくる劉備はそのいずれへもうなずきを与えて「そうです。 こう三人の一年をもってすれば必ず大事を成し得ることは目に見えていますが差し当たって兵隊ですこれを一つ募りましょう馬も兵器も金もなく募りに応じてくれるものがありましょうか勘武の憂いを劉備は軽く微笑をもって打ち消しいささか 自信がありますというのは実はこの老僧村のうちにも平常からそれとなく私が目にかけた同友の志を持っている青年たちが少々あります。また金剛にわたって劇を飛ばせばおそらく今の時勢にうつ年を感じているものも少なくはありませんからきっと30人や40人の兵は すすぐできるかと思いますなるほどですから恐れいるが関羽殿の筆で一つ劇文を寄贈してくださいそれを配るのは私の知っている村の青年にやらせますからいや手前は生来悪文の太刀ですから一つそれは竜長兄に寄贈していただこういや あなたは多年塾を持って師弟を教育していたからそういう師弟の気持ちを打つことはよくお心得のはずだどうか書いてくださいすると長妃がそばから言った「これ剣い、けしからんぞ何がけしからん長慶龍玄徳のことはめ名のごとくむくまいぞ」 昨日約束したばかりじゃないか。いやこれは一本長妃にやられたなよし早速書こう悲劇は出来上がったなかなか名文である操縦なる公害の木と幽谷の文字は読むものを打たずに置かなかったそれが金剛へ飛ばされるとやがてのこと 劉玄徳の破れ屋の門前には毎日七名十名ずつと我こそ天下の豪傑たらんとする熱血の宗師が集まってきた張妃は門前へ出て「お前たちは我々の劇を見て兵隊になろうと望んできたのか」と採用係の試験官になった。 いちいち生命や小国やまたその志を質問した「そうです大人方のお名前と義挙の趣旨に賛同して飢餓に馳せ参じてきた者どもです」そうしらは幾同音に言った「そうかどれを見ても頼もしい面魂早速我々の旗揚げに加盟を許すが」 しかし、我らの志は、好金族の輩らのごとく、野党略奪を胸とするのとは違うぞ。天下のトタンを救い、海賊を討ち、国土に即した貢献を確立し、やがては永遠の平和と民福を図るにある。わかっておるか、そこのところは。張飛は。 一常の訓示を垂れてそれからまた次のように誓わせた我々の帰化に加盟するからにはすなわち我々の報じる軍律に服さねばならん今それを読み聞かすゆえ謹んで受けたまわれ長妃は志願してきた宗師たちへ行ってうやうやしく懐から一通を取り出して、 声高く読んだ一つ卒たる者は初たる者に絶大の服従と礼節を守る一つ目前の理に惑わず大使を縁大に備う一つ一心を浅く思い一世を深く思う一つ略奪男子 一つ「逆民極刑」一つ「軍記を乱る行為一切資材、分かったかあまり厳粛なので僧師たちもしばらく黙っていたがやがて「分かりました」と幾同音に言った「よししからば」 今よりそれがしの部下として用いてやれただし当分の間は給料も使わさんぞまた食物その他もお互いにあるものを分けて食い一切不平を申すことならんそれでも募りに応じてきた若者腹は元気に兵隊となって劉備菅浦の命に服した四五日のうちに 約780人も集まった妨害な成功だと関羽は言ったけれどすぐ困り出したのは食料であった故に一刻も早く戦争をしなければならない公費の害に鳴いている地方はたくさんあるまずその地方へ行って公金属を追っ払うことだその後には正しい税と食物とが 収穫されるそれは略奪ではない天禄だするとある日「長将軍長将軍馬がたくさん通りますぞ馬が」と一人の部下がここの本陣へはせてきて忠心した何者か知らないが何十頭という馬を数珠つなぎに引いて この先の峠を越えてくるものがあるという報告なのだ。馬と聞くと長喜は、そいつはなんとか欲しいものだな」と正直にうなった。実際今、喉から手の出るほど欲しいものは馬と金と兵器だった。だが義家の軍律というものを立てて部下にも示してあるので。 略奪して来いとは命じられなかった。張飛は奥へ行って「勘吾こういう報告があるが何とか手に入れる工夫はあるまいか実に天の与えだと思うのだが」と相談した勘吾は聞くと「よしそれでは自分が行ってかけ合ってみよう」と部下数めを連れて 陶芸急いで行った麓の近くでその一行とぶつかった物見の兵の中心に誤りなくなるほど四五十頭もの馬筆を引いて一体のものがこっちへ下がってくる近づいてみると皆承認帝の男なのでこれならなんとか話し合いがつくと 関羽は得意の雄弁を振るうつもりで待ち構えていたここへ来たウマアキンドの一帯の頭は中山の豪商で一人は祖宗一人は長征兵というものだった関羽はそれにつくと自分ら三人が義軍を起こすに至った愛国の忠将をもって切々訴えた「今にして誰か?」。 この行を立て人天の生命を正さなければこの世は永遠の暗黒であろうと言った「品大陸はついに湖北の部民に征服され終わるであろう」と嘆いた長征兵と祖宗の両人は何か小声で相談していたがやがて「よくわかりましたこのご実頭の馬が」 そういうことでお役に立てば満足です。差し上げますからどうぞ引いていってください。と意外にも潔く言った。いずれやすやすとは承知しまい最悪な場合までを寛吾は考えていたのである。それが案外な返事に「ほう」いやかたじけない。早速の快諾に。 申しては失礼だが理に里い商人たるお身柄がどうしてそう一言のもとに多くの馬筆を無料でそれがしへ引き渡すと言われたか。掛け合いに来た目的は達しているのにこう先方へいらざる念を押すのも妙な話だと思ったがあまり不審なので関羽はこう尋ねてみた。 するとハッハは言った。<laughs> あまりさっぱりおわたしするといったのでかえっておうたがいとみえますないやごもっともですけれどてまえはだいちにまずたいじんがあくにんでないことをみとめました。だいににごけいかくのぎへいをあげることはすこぶるじぎをえておるとぞんじます。 第三はあなた方のお力をもって自分らの恨みを晴らしていただきたいと思ったからです。恨みとは黄金族の大将聴覚一門の亡政に対する恨みでございます。手前も以前は中山で1と言って2とくだらない豪商といわれたものですが。 かの地方もご承知の通り、公費の蹂輪にあって、秩序は破壊され、財産は略奪され、町に少女の影を見ず、火炎の小鳥すら仲かなくなってしまいました。手前の店なども、一物もなく没収され、あげの果てに、妻も娘も、暴兵にさらわれてしまったのです。うん なるほど。でおいの粗相と二人して馬商人に身を落とし一から馬筆を購入して北国へ売りに行こうとしたのですが途中まで参るとほっぺんの山岳にも皇族が道を塞いで両人の持ち物を奪い虐殺を欲しいままにしておるとのことにむなしくまた この軍馬を引いて立ちってきたちっきわけです。南へ行くも俗国、北へ赴くも俗国、こうして馬と共に漂白しているうちには、ついに俗に生命まで共に奪われてしまうのは知れきっています。恨みのある俗の手に武力となる罰筆を与えるよりも、 下のごときお志を抱く人に心情を申した方がはるかに意味のあることなんです。喜んで手前がお渡しする気持ちというのはそんなわけでございます。いやそうか。勘吾の疑問も評解してでは老宗村まで馬を引いて一緒に来てくれないか。 我々の名手と仰ぐ竜玄徳とおっしゃる人に引き合わせよう。お願いいたします。手前も根からの商人ですから、以上申し上げたような理由でもって、無料で罰筆を信条しましても、やはりそこはまだ正直利益のことを考えておりますからな。いや。 玄徳様へお目にかかっても、ただいまのところ、代金はお下げになるわけにはゆかぬぞ。そんな目先のことではありません。遠い将来でよろしいので。はい。もし、あなた方が大事を成し遂げて、一刻を取り、十周、二十周を平らげ、あわよくば、 天下に号令なさろうという筋書きの通りに言ったらば。私へも十分に理をつけて。今日の馬代金を払っていただきたいのでございます。私はあなたの計画を聞いて、これがあなた方の夢ではなく、私ども民衆が待っていたものであるという点から。 と成功するものと信じております。ですから今日この処分に困っている馬を使っていただくのは商人として手前にもえん大な離職の方法を見つけたわけで全くこんな喜ばしいことはありません。長生兵はそう言っておいの祖宗と共に 官うえに案内されてついていったが、その途中でも官うえ対してこ好意見を述べた。ことを図るうえは、人物はお揃いでございましょうし、馬もこれで整いました。これでいったいあなたがたのご計画の内話には、よく経済を切りまわして糧食。 聖妃の内助の役目をする算数の達しきが控えているのでございますかそろばんというものも十分お考えの上でこのお仕事にかかっておいででございますか超精兵にそう指摘されてみると寛吾は自分らの仲間に大きな欠陥のあるのを見いだした。 経営とということであった自分はもとより長飛にも劉玄徳にも経済的な観念は至ってない無人銭を愛さずといったような思想が甚だ古くから頭の隅にある経済といえばむしろ癒やし銭といえば横を向くをもって精錬の死とする風が高い一個の人格には それも風と仰ぎうるが国家の体系となればそれではフグを意味する一軍を持てば既に経営を思わねばならぬ武力ばかりで膨らもうとする軍は暴軍に貸しやすい古来理想はあってもそのため防軍と出し乱族と終わったもの史上決して少なくない。 いや、いいことを聞かしてくれた竜玄徳様にも大いにそのことを話してもらいたいものだ寛吾は正直教えられた気がしたのである一商人の言葉といえどもこれは将来の大切な問題だと考えついたやがて楼宗村に着く寛吾はすぐ 聖兵と祖宗の2人を竜玄徳の前に連れてきたもちろん玄徳も趙飛も趙の行為を聞いて非常に喜んだ趙は50頭の罰筆を無償で提供するばかりでなく玄徳に会ってから玄徳の人物をさらに見込んでそれに食わうるに俊芽に積んでいた鉄一千金と 百丹の重費織物と金銀五百両を挙げて皆どうか軍用のついにと献上したその際も趙は言った最前もみちみち申しました通り手前はどこまでも利を道とする商人です無人には武道あり 政権に分道あるごとく、商人にも利道があります。ご献上申しても、手前はこれをもって疑心とは誇りません。その代わり、今日差し上げた馬筆金銀が、十年後、三十年後には、莫大な利を生むことを望みます。ただその利は、 自分一個で豊饒しようとはいたしません。こんくのそこにいる凡民におわかちください。それが私の希望であり、また私の証拠と申すものでございます。元徳や関羽は彼の言を聞いて大いに感じ。どうかしてこの人物を自分らの仲間へ。 とどめおきたいと考えたが蝶はいやどうも私は臆病者でとても戦争なさるあなた方の中にいる勇気はございません何かまたお役に立つ時には出てきますからと言ってそうこうどこともなく立ち去ってしまった千金の鉄 百の食費500両の金銀思いがけない軍費を得て玄徳以下3人は「これぞ天の御援助」と嫌が上にも心は奮い立った早速金剛の家事工を呼んできて長飛は一畳軟弱という蛇穂を打ってくれと注文し漢は 重さ何十斤という円月刀を鍛えさせた臓標の鉄工兜槍刀などを合わせてあつらえそれも非ならずしてできてきた実月の騎士飛龍の藩蔵矢尻軍装はまず整ったその頃ようやく人数も 二百人ばかりになった。もとより天下に望むには足りない旧仕立ての一将軍でしかなかったが、長妃の教練と寛武の軍律と劉玄徳の特望とは一卒にまでよく行き渡って、あたかも一個の隊のように、二百の兵は挙手統足一音に動いた。では、 おっっかさん、行ってまいります。龍玄徳はある日武装して母にこういとまを告げた平ばは祝し祝くしく彼の強度から立っていった龍玄徳の母はそれを桑の木の下からいつまでも見送っていた泣くまいとしている目が湯の泉のようになっていた